アウトロ。私は、1975年11月30日に、福岡県北九州市八幡東区で、二人兄弟の長男として生まれました。父と母は、地元の高校を卒業し、八幡製鉄所システム部で、エンジニアとして働いていました。父は、 五人兄弟の四男で父と妹の母は五歳。祖父は、鹿児島の本家から北九州へ移って八幡製鉄所に入り、戦時中は軍艦の機関士として数年間働いたそうです。祖母は、熊本の山間にある農家から嫁いだとのこと。祖父との思い出は、生まれてすぐ一緒に写っている写真だけですが、 祖母との思い出は、春のつくしとりや晩年の介護など、いろいろと胸に残っています。母は、二人兄弟の長女で母子家庭。祖父は、一橋大学経済学部で学び、士官候補生となって、中国で機関法招待に属し、小倉で平坦事務員として務め、 病に倒れ早くに亡くなったそうです。祖母は小さな商家に生まれ、祖父の死後、観光案内所の事務員として懸命に働いたとのこと。祖父との思い出は仏壇に収められた写真だけですが、祖母との思い出は岩流寺ツアーや別府温泉旅行など、色い々ろいろと心に浮かびます。私たちは皆、 こんな風に記憶と記録をたどることによって、家計や家柄の背景をうっすらと知り、後世へ伝え残すべき大切な思いを、何とも不思議な境遇として脈々と受け継いでいます。私を含む大抵の方は、数世代前まで遡るのが精一杯でしょう。場合によっては、 明治一新前や古事期の頃までたどることができる方もおられるでしょう。どちらにせよ、大勢の先人たちの思いは、遺伝子レベルで私たちの胸の内に今もあり、日々共に生きている。そう、私は感じます。よく言われることですが、数世代を経ると、同じ地を受け継いだ人口は数万人となる。 つまり、私たちは、自分が思っている以上に、とてつもない人数の魂と共に人生を歩んでいるということです。ということは、事故や戦災、災害などで惜しむらく亡くなった方々が、あの時もし亡くならずに住んでいたら、途方もないほどの才能、可能性が、 残念ながら失われてしまったことに、私は昔から人知れず心を痛めています。それも運命、といえばそうでありましょうが、君は考えすぎだよ、と言われたり、気楽に生きよう、と意識的に忘れたこともありますが、幼少期から音楽や芸術を愛してきた身としては、そうした。 何とも不思議な境遇について、やはり大切にしたいと思うのです。宗教、哲学、思想には点で疎い私ですから、専門的には語ることができませんが、生き物としてのごく自然な感情、感覚として、それらはやはり、今を生きる私たちの命と全く同じように、 貴重でかけがえのない宝物だと、素直に感じます。この SF 小説を着想してからのおよそ4年間、私はそうした事柄について、思いを馳せてきました。途中まで書きかけたパイロット版の失筆中も、2年間のリハビリ生活の間も、養生を終え失筆を再開してからもずっと、 ガザで苦境に苛まれている友人たちの心中を自分のことのように想像しながら、正直、とても辛かったです。苦しかった。悲しかった。切なかった。しかし、安全、安心に暮らすことのできる幸運に恵まれたのですから、友人たちになりかわって、 そ難題を考え、過去を愛し、現在に願い、未来へ祈り、真摯に筆を進めることに集中しました。日々を支えてくださっている大勢の方々へ、心から感謝しています。そして、私にコンタクトを取ってくれたガザの友人たちへ、心から感謝しています。いつか、 笑顔で握手しようね。2024年4月23日、紫正門。